はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。でねちょっとこんなコメントがあったんですよね。このオープニングトークで早口言葉を喋ってくださいっていうコメントがあったんですよ。でそのコメント見て思いました。余裕で余裕だからね調べたんですよ Google で早口言葉を言うのに一番難しい言葉っていうのを。そしたらねパンカベっていうのを10回言えたらすごいみたいな、まあ、これがランキング1位で一番難しいらしいんですよね。まあ、このパンカベっていう単語をですね10回連続で言って、まあ、サクッと始めていきましょう。それではいきます。パンカベ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 、大体想像できたと思うみんな、どうせこんなんだろうとまあその早口言葉を置いといて、今日はですねこのトロールコースを作る天才キングブリングがいいねを押したコース、このねトローラーフォーってはぁ、あ、で合ってんのかわかんないんですけど、とりあえずこのね天才が認めたコースをね今日もやっていきたいと思います。まあ、前回のねトロールコース、まあ、めっちゃ面白かったんですけど、再生回数もねなんかすごいことになってて、あっ今回は水中水中あの水中なんだね。あ待ってごめん、なんかコメント表示してた、なんか水中ってさなかなかトロールコースではなくって、あなんか優しくね今日この1キャップ取っていいのかな、あ、取ってよか、取ってよくないじゃあここは1キャップ取らんでいこうか、取らんで、あ、今日カエルなんやん、ナイス、同じ緑だねカエル。じゃあこのまま進みますか、うわ進めねえの、え、カエルになったら進めねえのこれ、うわしかも上にも行けねえ、うわじゃあここのカエルスーツはね無視しといて、あ、土管に入ろっか、うん多分これでいいと思うんですけどね。今度は地上だね。何やってんのルイージ。かわいい。見て見て、ほら。なんかしゃがんだらこんなね、うん、なんかよくわかんないことになるんですけど、これ、右行って、ブロック壊します。と見せかけて、一回ね、これ多分、カエルスーツを脱ぎましょう。そして、ジャンプ。多分これで、よくね、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、ちょ落ちるしかねえの、これは。わらなー、ここは一旦、このまま行くね。で、ジャンプ。オッケー。そして、そしてどうすればいいんでしょう。一体、一回当たれみたいな。一回当たります。で、もう一回当たらないけん。これ、もう一回当たってチビにならないけん。あ、いけるいける。ちくわブロックがね、復活してくれるからね。だからやり直しかと思ったんですけど、このまま行きます。オッケー。で、ここでファイヤーボールは、いらない。いらなくて、右に、バブルが降ってくるパターン、降ってこいよこういう時、あいや下いけるね、ここで合ってる合ってるヒントって書いてるけど何もヒントねえやんか。じゃあここは一回当たって、当たってチビになるでしょ、チビになってからのやっぱファイヤーいるんじゃない、これファイヤー取ろっか、ファイヤー取ります、あオッケー、でここでブロックを壊します、来ました、ここでチャッカマンでしょ、いやでもチャッカマンできんねんこれ、一回またチビにならないけん感じで、上かな、うわ右、これ踏めないよこれ、当たるよねきっとこのまま右行ったら、一回上行くね、上行ってここでボムを爆発させます、なんだそれ、あいや合ってんじゃないんですかねこれ、いや来たよ、いや、どう来たのこれ。どう来たんだよこれは。なあ、どうすればいいんだこっから。ここ、当たれるんじゃない？行ってみるね。ダメじゃねえか。ここは、じゃあ、戦んでいこうか。戦んでいって、ここで降りる。降りてからの、ここでボム兵を踏むんじゃない。で、右にやる。そう、こっち。ナイス！ちょ、危ねえ見た今の、見た今のこの神回避、見ましたか皆さん、早くいいからさっさ行けって話なんですけど、いや嬉しかった、なんだこのマリオカートの曲は、どうすればいいんだ、ブブー言われましたよ、なんですかこれなあ上に行けばいいのかこれは、あ分かった、マリオカートだからね、こう3周すればいいみたいな、まあ、そんな感じかな何やってんだ、じゃあこれはこのまま上行って、あもう左上でずっと P が出てるからこれ無理なんじゃん、上から行こっか、ここなんか開いてるもんね、多分これでいい、そしてドアに入る、
なんか右上の30コイン気になるけど、取っても意味ないもんね。だからこっちで合ってると思うんですけど、このキノコは取っておきましょう。きっとこのキノコいるよ。そしてこのまま右か、本当にちょっとトルネード邪魔くせいや下から行こう、下から行けねえ多分ね、このアイテム取ってすぐ右に行かないけんと思うんですよね。なんで右行こう。オッケー、よし、これで合ってる。そしてあ、中間ポイントあるね。いや取れねえ、あ、取れん。ちょっと待ってね。こっから、勢いつけていこう。いや、いい。いい。全然いい。中間ポイント取ってるからね。全然いい。だから、すぐ走っていこう。はい。オッケー。ナイス。よし。邪魔くせだから、ここは走っていこう。こう。よし。で、あはんじゃねえんだよ。大丈夫かこれは。じゃあこのまま右にパウの上に乗ろう。パウの上に乗ります。取れた、取った持たない剣、そうこれ持てるんだ、このスキン多分持つ。オッケー、そしてこのまま右に行ってブラパを倒す。おりゃでこれも持っていく。なんでよ。じゃあここは倒します、倒します。そして持った瞬間にジャンプ、そして倒す。オッケー、うわ、これなんか上から降ってきそうな予感がまんまん。どうしよう、上に入るべきか下に行くか、それともドアか。上に行きます。上入れんやったね。で、これは、うわぁ、さすが天才が認めたコース。面白すぎるね、このコース。途中です、今日水中ステージかとか思ったんですけど、あ、下入れねえの、下入れんねえ、上も行けない。じゃあこのドアで行ってすぐ右、こっち。あぶねえ、あのカロンが出てくるところ。なんだこれは。下に行っていいのかな。下に行って、これは大砲が、こう。あれ意味ないね。バネに、あれか、挟まれる仕掛けみたいな。いや、違うんだって。いや、これも違うんだって。じゃあ、これは一旦、右向かせよっか。右向かせてからの、大砲が行ってから、すぐ行く。今、よーし、オッケーで、オンオフでしょ。うわ、なにこれ。あいや、違うんだってこれ。いや、わかるでしょみんな。中間ポイント取ったらさ、すぐ右におしっぱか、もしくは左におしっぱする人いない、その人僕。じゃあこれはオンオフしてすぐ右に行こっか。はっ、よりゃ、オッケー、ざま、あの人で、これは待って、すごいやばい気がする。ここ隠しブロックあるでしょ。ないんかい。あれ、あ、もしかしてここでこれ、あ、アイテムじゃないの。なんか上行けそうにないんだよな。ボム兵が出てくんのかなこれ。あはーじゃねえって。だから一回下行ってみますか。このまんま下って書いてるもんね。あ、なんか出てきた。オッケー、ナイス、キノコで、このまんまブロック壊して次に進めると。来ましたね、打倒アハンで、ここで下だね。まあ、これは簡単やったね、今の。あ、中間ポイントゲット。あ、待って、違うんだって、違うんだってよし、そんじゃここ下行って、次はね、水中ステージだからね、何もしない。そして左、オッケー、これで2つ目だね。今日調子よくね、サクサクいけてるような気がするんですけど、まあ、コースが短いせいか。これは上行こっか。上行って、これなんか怪しくない？ノー。ノーって書いてるのかな？いや、でも戻れるもんね。ほらほらほら。で、右に行きます。右に行って、ここキノコかなんか出てくるのかな？あ、やっぱり。ここ全然あれだね。謎解き要素ないね。トロール要素っていうのかな？全然ないよね。で、このまんま、上に当たって、なんか嫌だな、こんなにノーって書いてたら。なんか進みたくなくなるじゃんか。じゃあ、これは赤い土管しかないんでね、こっち行こう。いや、本当に合ってっかな、こっちで。うわ、やべえ！なんかすげえやばそう。一旦このブランコに引っかかって。いや、アテナブロック叩こうとしたんだけどさ。うわ、待って、さっきと違う、さっきと違うやんか。なんかおかしいやんか。ちょ、え、キノコは？キノコどこ行ったの？キノコ！あ、左上にキノコあんじゃんか。さっきなかったやんね。
じゃあこのキノコ取ってさっきのところまで戻ろう。多分ね、あの金魚が降ってきたってことは、多分このブランコの上になんかある。あ、なんもないの？捕まっておけ、そこでずっと。あ、待って、やめて。なんかね、このメットの下にね、トゲゾウがいるんでね、うん、踏んだらダメだと思うんですよ。で、ここで上。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。大丈夫だね。で、このまま右行こっか。うわ、待って。いや、大丈夫。あれは、優しい。この子は。あ、メットいるのこれ。なんか上メット必要みたいな感じかな。あ、やっぱここでメット投げるんだね。じゃあここのメット踏んでいいのかな？いや、絶対やられるよね、こんなん。いくよ、一回踏んでみるよ。はい。あ、持てる。持てて、このまま上に進め的な。ちょっと金魚邪魔だって。じゃあここ金魚出しておいて、一回。で、この金魚がブランコに引っかかっていこう。これでいけるよね。ちょっと、なんだクリボーも邪魔してくんの？左向いたまま行こう。右やったら、クリボーがおる。これクリボーだったんだね。で、ここで投げるか。こう！オッケー！そしてこのまま右行こう。なんかありそう。なんだこれは！ちょっと！あ、これあれだね。あの、被らないけんパターンかな。これなんだ？オッケー、来た！ナイス、優しい！笑われた！笑われたけど大丈夫ですか？本当にこっちでいいんですかね？一気アップ。これ、あれだね。落とせるんじゃない？はい！何の意味もねえけど。じゃあ、ここは、こっち。そして、右。で、ここで鍵が手に入るんじゃないかな？あ、待って。鍵が谷に手に入る前に、谷に手に入る前に、これ一回ね、当たろ。そう。当たってからの、ジャンプ。来た！トロールキングだね。今度からトロキングって呼んで。ちょっはっはっはそんじゃ次はね、これ被ったまんま、ブロック壊してみよっか。鍵が手に入るかもしんない。来た！いや、これでいけるね。さっきはね、ここでやられましたけど。じゃあ、これは持っていいんでしょうか？どうなんでしょう？いや、持って、すぐジャンプするね。はい！たっはっはっは持ちなミスったはっじゃあ、ここは普通に持っていいっぽいね。持って、ジャンプする。持っていいのか、本当に。お、来た！で、ここで投げればいいの？もうこれしかない！オッケー！ちょっと、これ右のドアがめっちゃ怪しいんですけど。これ絶対右のドアでしょ。うわ、左入れんもんね。じゃあ、これは右に投げるね。いや、違う。右に投げたらダメか。かぶって右に行けばいいのか。うわ、これパウいるっぽくない？パウ持っていきます。多分これ大事になってくる。ちょっと！わかるわけねえじゃんか、そんなの。それじゃあね、ここまたパウブロックを持って入る。オッケー、行きましょう、ハネメット。ちょっとなんだあいつは。じゃあここは何もしないでバネが来てジャンプで避ける。避けてもダメそれじゃあ次は浮き輪んとこ行こう。右の浮き輪んところに行きます。ちょっと一旦ギリギリまで待ってみよう。ギリギリまで待ってみこう。来た、オッケー。いや、やっぱパウブロックいるね。持ってきてよかった。これは、あ、こっちだね。で、右行って、ちょっと待ってください。これはどっかにアイテムがあるんじゃないんですか？左のあの浮き輪のとこすげえ怪しいな。どうすればいい？どうしようもないここに行きます。まあそうだよね。それじゃさっきね、このパウブロックをさ、あのブラパンに投げたらね、ブブーって言われたんですよ。なんでここの右に投げます。このなんか右に投げるマークみたいなのあるんで、こっちに投げたら、あ、なんかメットが出てきてます。このメットをかぶって下に行けるみたいな。いや、そんな感じだね。うーわ、どうしよう。これ三択？一番右行こう。なんか真ん中、これ怪しい。あ、行けねえの？あ、行けないんじゃんこれ。じゃあ真ん中しかないんでね。まあやられなかっただけね、優しいよね。じゃあこのまま下行きますか。で、今度はクッパクラウンだったっけ、これ。あるね。これに乗ってファイヤーを手に入れて右に行くみたいな、そんな感じかな。本当にこれでいいの？めっちゃ撮ってるけど。なんで笑ってんだよ。大丈夫かこれ。一回脱ぎ捨てよっか。脱ぎ捨てて上に行こう。 Z? Z
Z ってなんだろう。一旦まあこのまんまいける？あれ？左下斧がない？ほら左下斧が見える。あれゴールじゃん。いやマジかよ。じゃあこっち何なんだろう。うわ、あれゴールだったのか。エキストクローンなんとか。待って、下が見えない。なんて書いてる？ Z 分かってんだろそんなことは。じゃああとゴールするだけだね。なんか今回優しいね。もうゴールできるね多分。ここでね、脱ぎ捨てればいいだけなんじゃないかな。ちょ、脱ぎ捨てて、脱ぎ捨てさせてよ。ちょ、邪魔だって。脱ぎ捨てさせてよ。ちょ、どうすりゃいいのこれ。一旦右行こっか。一旦右行ってここで脱ぎ捨てれるみたいな。オッケー。そして右に行く。オッケーオッケー。でここでもうゴールがあるんですよ。見て、わかります？この下にあるゴール、取りますよ。皆さん取りますよ。解剖。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。